ソン、何をする？あんた、自分が何をやったのか分かってんのか？ギャーギャーとうっせえな、ガキどもが。俺は自分の役目を果たしただけだぜ。なあ？あなたは。貴様は。そうよ、思い出したか。久しいな、ほんと久しすぎるぜ。な、ザンザの使徒か。ザンザの使徒、どういうことだエギル。ディクソン、お前は。説明する必要はねえぜ。百聞は一見にしかずってな。さあ、寮のマナコに焼き付けな。ザンザ様復活の瞬間をな。シルク、シルクから離れて。ダメ。させんぞザンザ。シュルク、なんだあいつは。ザンザ、驚くことはない。世界のすべては因果の流れによって律せられている。そこに存在するすべての者同士、相互の関係によって未来への流れは必然へと決定づけられる。それが我がもたらすビジョンだ。そう、こうなることは必然、起こるべくして起きたことなのだよ。我がシュルクのうちに宿った時から。どういうこと？ザンザは私との戦いで疲弊し、ハイエンターのシソラによって封じられた。肉体は監獄島の檻に、そしてその魂はモナドと共にオセノ島に。あの遺跡にか。だがそれがなぜシルクに。忘れたのかよ、あの遺跡を発見したのは誰だ。その時に誰がいた。そして生き残りは誰だ。誰がその生き残りを連れ帰った。まさかディクソン、お前はその時からシルクを。おうよ、全ては今日この日のため。もっともシルクなんてやつは最初からいなかったかな。何？我の魂はモナドの内にあった。解放されることの因果律、ビジョンで分かっていた。やがてその時は訪れ。そしてモナドを見つけ解放した連中は目覚めたザンザ様に命を吸われ、くたばったってわけさ。そのシュルクも含めてな。シュルクもその時死んだってのか。バカ言うな。シュルクは俺たちと。抜け殻だよ、ただの。我がシュルクの命となっていたに過ぎない。誠の目覚め、我がモナドを振るうに値する新たな器が成熟するまでの間。巨神の魂であるザンザ様といえど、活動のためには肉体が必要なのさ。そこのメイナスと同様にな。お前たちはその抜け殻の相手を真顔でしていたのさ。滑稽だよな。何故シルクなのだ。何故貴様の器がシルクでなければならなかった。特に理由はない。我の目の前にシルクがいたに過ぎない。要するにだ、誰でもよかったのさ。モナドさえ振ることができりゃな。ならばシルクがモナドを使えたのは。ビジョンで私たちの窮地を救ってくれたのはザンザ様だからよ。因果の流れを見られるザンザ様が起こるべくして起こる出来事に導いただけよ。コロニー9が壊滅したのも、そこのハイエンターの親父がくたばったのも、
ガドとかいう増票がのたれ死んだのも全てさ。おのれ！そしてこれから起こることもな。何をするつもりだ、ディクソン。だからさ、邪魔なんだよお前ら全て。この世界はもともとザンザ様が、巨神が作られた世界だ。それをその表面にポッと出てきたお前らが勝手し始めてよ。我から生まれてた生命は全て我へと帰らねばならない。我が存続するためには一つの秩序ある形に戻さねばならない。要するにだ、この世界の破壊と再生よ。よくある話だろう。手始めにまずその最大の障害である、キシンメイナス、貴様からだ。巨神が、動き出したもん。待っていた、この時を待っていたぞ。兄様、やめて、その体では。構わんさ、この体朽ちようと、せめてザンザだけは。ザンザある限り、我々にも巨神界の者たちにも平穏は訪れん。ならば朽ち果てるがいい、我が剣の前。あれはモナド。その言葉そのまま返してやるわ。何？シュルクと分かり合えたんだぞ。くだらん干渉だな。ザンザー、ダイン、行くぞ。ああ、よくもシュルクを。すべての命は我より発生したもの、故に我のために生き、そして帰れ。貴様のモナド、ついに解放したか。すんなり死を受け止めるかと思ったぞ。今ようやく分かりました。私たちから生まれ出た子供たちの未来は彼ら自身のもの。創造主であったとしても、その目を摘み取る権利などない。たとえ因果の流れがあなたの律した通りであったとしても、抗う尊さを捨て去ることは愚かだということを。ザンザ、あなたがこの世界に存在する、あなた以外の存在の全てを否定するというならば、私は戦いましょう。彼らのために。そうよ、みんなの未来消させはしない。 Oh my fucking goodness. Ah! Ah! Oh, okay, okay, okay.
Bam, okay, der hat kein Level. Ah, aber ich kann dem schaden, das ist gut. Bam! So, okay. Bam! So. Ja, Wow! Gut, okay. Ich habe einfach mal drauf gedonnert. Auf jeden Fall ist die Musik sehr geil. すり出た赤のような存在が、それも一つの命です。それがわからないあなたに神を名乗る資格はない。誰がそれを決める？決められるものはただ神よ。神はこの世界に一人しかいらぬよ。メーラス、いつまでその器に隠れている？フィオル、本気で来いよ。来ぬのならそこにいる赤ともども消し去ってくれるわ。ザンザン、レイナさん、愚かな。良いのです。これでこの世界はあなた方のもの。神など必要のない世界を作ってください。つもりなんだ。Ich weiß. さあ、始めようか。破壊の、そして再生の儀式を。
私は分かっています。初めから分かっていたのです。さあ行くんだ。お前たちにはまだやるべきことが残っている。希望はまだ消えてはいない。嫌です。兄様も一緒に。私にもまだやるべきことが残っているのだ。それがメイナス様が私に託した最後の願い。兄様、メリアさん、そなたの思い確かに受け取った。鬼神界の皆のこと安心して我らに委ねるがよい。さあ行け。シュルクの命はまだ尽きてはいない。最後の希望の灯火消してはならない。エギル、あんたって人は。行くぞ。鬼神から脱出する。ラインシュルクを頼む。ああ。大丈夫？ええ。おい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 。Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. よし、まだこいつは動いてるな。崩壊まで時間がない。中央交渉を抜けて急いでジャンクスに戻るぞ。ええ。ダンバン、エギルはどうなるの？最後のその時までジャンザと争うつもりなんだろう。俺たちで見届けてやるんだ。あいつの意志を継いでやるためにもな。さあ行くぞ。さよなら兄様。Okay, Schalk ist zwar immer noch ein Gast, aber immerhin. Okay, wir spielen jetzt mit Melia. Quatsch, mit Melia, mit Fiora. Ja, wir lassen es mal so. Nee, Moment, wir lassen es nicht so. Wir machen das mal so. Und wir machen das so. Weil so sieht das ganz gut aus. Gut, wir gucken mal nach Fioma. Omega-Brecher. So, wir haben... Okay, das sieht gut aus. So, was haben wir hier? Eftkraftvisier. 578. Aber Leute, ich mache hier erstmal einen Schnitt. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn es mit voller Action weitergeht. Bis gleich.